こんにちは、ひろさんチャンネルのひろきです。本日は内定をですね、もうすでに一つ持ってるよという方のですね、さらにいい会社から内定をもらえるようにするための模擬面接の依頼をいただいています。本日模擬面接に参加する佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。まず簡単に今の就活状況とか教えてもらってもよいですか？はい、先ほどおっしゃっていた通りに、今現在と私は一つ内定を持っておりまして、まあ、と言いますのも、銀行業界の、ところになりますので、まあ今後、さらに上の銀行っていうところを目指しながら進めていきたいなと考えております。かしこまりました。ありがとうございます。そういった意味ですと、今日私が面接官役やるとするならば、銀行の採用担当者をやると良さそうって感じですかね？はい、その通りですね。了解です。総合職採用の採用担当という感じですよね？はい、それでお願いいたします。了解です。かしこまりました。今日の模擬面接でここカバーしたいなとか、今まで面接でこれ聞かれて困ったんだよなとかってあったりしますか？そうですね、基本的にはこういろいろ対応はしてきたので、今回も全般的に広く聞いてもらえたらなと思います。いいですね、いいですね。ちなみに面接って今まで何社ぐらい受けてきたんですか？そうですね、会社自体としては多分、10社くらいしか受けてはないんですけれども、模擬面接っていうのを50回以上やってまして。おー、すごいですね。はい、経験をたくさん積んできました。お、すごいですね。ちなみに模擬面接50回って誰とやったんですか？なんか模擬面接やりたいけどなんかうまくできなくてって困ってる人とか多かったりするんで参考になるかなと思って。はい、ちょっとツイッターでこう見つけた、もともとこう人事をやってた方の、まあ、そのサイトみたいなところでこう就活生同士をつなげてくれるものがあるんですけれども、そこでつながった人とズーム上で面接をするっていうのをずっとやっております。すごいですね。それ無料なんですか？はい、はい、無料です。元人事さんっていう人のソクミーっていうサイトになります。元人事さんのソクミーで模擬面接が学生同士でマッチングできて、別にお金もかかんないでできるよってことですもんね。はい、あともう一つ、ハイフライヤーズさんっていう会社の面接道場っていうものがあるんですけれども、ここで人事経験がある、社会人の方に、直接指導してもらえるっていうのがありますので、それも行っております。はい、ありがとうございます。じゃあ実際の模擬面接入っていこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではですね、まず最初に自己紹介お願いいたします。はい、経済学部3年の佐藤と申します。私自身を一言で表すと、野球大好き人間だと思っております。その背景といたしまして、小学生の頃から高校生の頃までずっと野球部に所属していて、大学生になってからも軟式野球のサークルで野球を続けているということが挙げられます。またアルバイトも球場でイベント運営のものを行っておりまして、そういった面からも様々な角度から野球に関わり続ける人生だと思い、先ほどの一言に集約されると考えました。本日はお忙しい中どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。とても爽やかでいい自己紹介だなと思いました。ありがとうございます。ではいろいろ伺っていければなと思うんですけれども、それではですね、学生時代取り組んできたことの中で、これ一番頑張ってきたなって思うもの教えてもらってもいいですか？はい、先ほども少し話したんですけれども、球場でのイベント運営のアルバイトになります。私自身は、エリアチーフといってバイトリーダーのようなそんな役割を担っていまして、主にこう20人規模のアルバイトの方々をこうまとめるというようなことを行っております。で、私自身その、まあ、いろいろその中で仕事をしていくところで、周りの方からのいろんな声とか相談っていうところ多くありまして、イベント後の作業が長引いてしまうっていう課題がこう浮き彫りになってきました。まあ、その中でこう私自身の思いっていうのもあって、そこに対して注力をするということを行いました。で、最初はなかなかこううまくいかないことも多かったんですけれども、こう試行錯誤していくうちに、適切な施策っていうところを考えまして、まあ、それをこう2点行った結果、当初2時間かかっていた作業っていうのを30分間短縮して、イベント後の作業が長引いてしまうという、そんな問題を解決することができました。以上になります。はい、ありがとうございます。ただそちらの2点行った施策についてもう少し詳しく教えてもらってもいいですか？はい、かしこまりました。まず一つ目といたしましては、イベントの最中から任されたエリアにいるアルバイトの方一人一人に、終了後の流れをこう共有するということを行いました。2点目に行ったことといたしましては、作業がだったり、こうやり方がこうわからない人っていうのは、私自身がこう動いていく中で、実践をして教えていくという、そんなことを行いました。
以上になります。もう少し具体的に教えてもらってもいいですか？あ、はい、そうですね。具体的に申し上げますと、まず一つ目をこう行った背景といたしまして、こうやはりこうアルバイトの方全体への教育の不足でしたりといったところが挙げられましたので、そういったところを補うためにも、まずは終了後の流れを共有する必要があると考えましたので、まず最初に終了後の流れっていうところ、具体的にどのようなことを行うとか、そういったところを一人一人にまずは教えるという、そんなことを行っていきました。で、二つ目に関しましては、なかなかこう、アルバイトに慣れてない方っていうのは、作業のやり方とかわからない人もいるんですけれども、まあ、主にその20人のうち5人から6人のほどの人をこう対象にして、まあ、掃除の仕方でしたりとか、道具をしまう場所など、そういった詳しいところまで教えるという、そんなことを行っておりました。終了後の作業っていうのは、イベントなんで、いろんなイベントがありますもんね、きっと、野球以外にも。はい。で、それの片付けをすることが終わんなかったってことなんですかね。そうですね。はい。で、それの教育とかは全部佐藤さんがするものだったってことですもんね。チームに全く未経験の人が配属されるっていうことですもんね。はい、その通りです。入ってるスタッフの人とかって結構長い人とかはあんまり多くなくて、単発とかで入ってくる人が多かったんですか？なんかどういう人たちが多かったんですか？あ、そうですね。まあ、構成といたしましては、そもそもまずこの私のようなエリアチーフでしたりとか、あとはこう社員の方々のような仕事のノウハウのある人々っていうのがまずこう少ないというような現状がありまして、その中でもこう、エリアチーフ以外の、何年もやっている人っていうのもあまりいないですし、まあ、こう単発の人とかも、多く入ってきてもらうというようなそんな状態でした。ね、経験の浅い人がたくさんいる中で業務を効率化するための方法というところで、実際の終了してから説明するんじゃなくて、イベントの最中とかにその次のための動きをするっていうのは、イベント中にやる仕事とかはそんなになかったからできたみたいな感じなんですか？あ、そうですね。イベントの最中にもこう仕事はやることはあったんですけれども、そういったところの合間を縫って積極的にこうコミュニケーションをとって、少しでもこう終了後の作業が効率的に行えるように、取り組んでおりました。かしこまりました。ありがとうございます。2時間が30分になった要因で一番大きかったのって何だと思いますか？あ、そうですね。まあ、やはり、今までこう、機能していなかった人々が、しっかりと、こう、自分自身の役割を果たしてくれたことだと考えております。まあ、と言いますのも、先ほどもこう、話していたんですが、特にその2つ目の施策っていうところで、これまでこう、やり方がわからなかった人に実践をして教えるという中で、効率的に、一人一人が仕事をできるようになりましたので、そういったところが、30分間の短縮につながったかなと考えております。短縮できたのは、2時間が30分になったんでしたっけ？ 30 分短縮できたんでしたっけ？はい、30分短縮ですね。あ、1時間半になったってことですね。はい、その通りです。かしこまりました。ありがとうございます。それではまた別のところを伺っていければなと思うんですけれども、挫折経験教えてもらってもいいですか？はい、私の挫折経験といたしましては、高校生の頃に大怪我をしてしまって、3ヶ月間野球ができなくなってしまったことになります。具体的に申し上げます と私はこれまで、冒頭にも話した通り野球部にずっと所属していたんですが、高校生の頃に大会で膝の靭帯を損傷してしまう大怪我を負ってしまいまして、その際に初めて3ヶ月間という長い期間野球ができないということがありました。まあ、やはりその怪我をした当初っていうのは悔しい思いもありましたし、少し自分の中で葛藤っていうところもあったんですけれども、こうマネージャーとして、違う角度からこう野球に取り組んでみるっていうことを挑戦してみて、そこで、乗り越えられたという、そんな経験になります。結局マネージャーになったんですかね、それ以降は。あ、そうですね。その3ヶ月間だけマネージャーっていうのは行っていたんですけれども、その後、怪我が治ったら、選手に復帰しつつ、まあ、少しこうマネージャーのような相談役っていう、役割を担っておりました。乗り越えたっていうのは具体的にどういうことをさせ乗り越えたっていうふうに言っていただけたんでしたっけ？あ、はい、そうですね。乗り越えたことといたしましては、やはりその自分自身一番こう挫折経験といいますか、こう辛い経験だったんですけれども、そういったところを、マネージャーとして、関わることによって、辛い、場面でしたり、っていうところをこう乗り越えられたかなと考えております。なんでマネージャーとして関わったら乗り越えられたんですか？あ、はい、そうですね。やはりこう私自身が何かできることをしようっていうふうに考えたからになります。と言いますのも、こう、野球っていうのは、こう、チームスポーツですので、やはり、こう、個人の、プレーには
では、限界があると考えましたので、何かこう自分自身、野球ができないなりにも、少しチームにできることはあるのではないかというふうに考えまして、マネージャーとして取り組んでいった結果、まあ、少しこう自分自身のこうやりがいっていうところにもつながりましたので、そういった際に、乗り越えられたかなというふうに考えております。かしこまりました。ありがとうございます。はい。それでは本日の面接を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。一周終わりました。お疲れ様です。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。一周やってみていかがでしたか？いや、そうですね。そこまでその詳しく聞かれたことがなかったので、あんまりこううまく答えられなかったなっていうふうに思います。どの辺がきつかったですか？そうですね。なんか具体的なところをこう述べるっていう深掘りなところで、とあんまりこう、良い具体例が出せなかったっていうところがあったので、そこが、もう少しやっていかなければいけないかなって思いました。ちなみに、100点満点で70点で合格だとすると、何点ぐらいだと思いますか？そうですね。40点くらいかなと思います。ちょっともったいないなっていうふうに思ったところが、ガクチカとか、もっと強いアピールできそうだなっていうふうに思ったところとかもあったので、その点とかもフィードバックしていければなと思います。はい。じゃあ、具体的なところ入っていこうと思うんですけれども、まず、自己紹介。自己紹介はバッチリでした。めちゃくちゃいい雰囲気で、お、これはいい感じだなという、その練習の成果をバチッと出していただいて、すごくいいなと思いました。なんで、自己紹介は特に、修正するところとかはなくて、バクチカなんですけど、もっといい切り口あるんじゃないかなって聞いてて思ったんですけど、成果を伝えるときってどういう成果を伝えるかっていうと、それを伝えることによって、あ、そういうことやってるんだったらこの人銀行の営業マンとして活躍してくれそうだなっていう、そんなイメージを持ってもらえるような成果を伝えられるといいんじゃないかなと思うんですね。っていう時に、2時間を1時間半にできたっていうのもいい成果ではあるんですけど、客観的に聞いた時に、おお、それはいいねって思ってもらえるような成果とかってあったりしますか？そうですね。まあ、やはり自分のこう働きぶりっていうところを評価してもらって、エリアチーフになれたっていうところの方が、自分のアピールにはなるかなっていうふうには少し思います。そのアルバイトってどれぐらいの期間やってたんですか？現在のその大学に入学する前から始めていまして、今年で5年目になります。めちゃくちゃいいじゃないですか。あ、それ絶対言った方がいいですよ。5年目っていうのもすごいアピールになると思います。エリアチーフっていつからなれたんですか？3年目からになりますね。3年目でエリアチーフになれたっていうのもかなり早い方なんですか？そうですね、まあ、人にもよるんですけれども、割と早い方なのかなというふうに見てて思いますね。ちなみにこうエリアチーフになれた要因みたいなところってどんなところありますか？私自身のこの周りをこう気にかけて働いているその姿っていうのが評価されたかなというふうに考えております。具体的なこうエピソードとしては、その1日エリアチーフっていうこう取り組みがあるんですけれども、今までこうやったことない人がその日だけ仕切ってみるっていうようなことになるんですけれども、その際にこう私自身が一人でも多くの人に働きやすい環境を作りたいというふうに考えて、いろんな方とこう積極的にコミュニケーションを取るっていうことを行いました。そういった姿勢がこう評価されて、エリアチーフっていうところに推薦してもらえたかなと今は考えております。いろんな人とコミュニケーション取るのって大事だと思うんですよ。多くの人が働きやすいと感じてもらえるようにするのも重要だと思うんですよ。働き手側のことを考えると。でも雇う側からしてエリアチーフに求めてることって、そのイベントを成功させるとか、時間内に終わらせるとか、それを達成できるかどうかっていうのが重要なことだと思うんですね。で、はい、その目的を達成するための手段がいろんな人とコミュニケーションを取るみたいなところになるのかなって思った時に、その目的を果たすことは結構できるじゃないですかね。そうですね、任された仕事っていうところは、こなせていたかなというふうに考えております。それまでずっとエリアチーフになる前っていうのは、他の先輩のエリアチーフの方でしたり、あとは社員の方からこう指示されたことっていうのを、私自身主に行っていたんですけれども、こうエリアチーフになっていった時に、自分自身がこう指示を出すような立場になって、他の方々の力を借りずに作業を完了はできるようになっていたので、そういったところも評価されてたのかなとは思います。じゃあどういうふうなところを行動としてやってきたから、1日エリアチーフやってみないっていうふうに機会もらえたと思いますか？
2つあると思ってまして、まず1つ目っていうのがとにかくこう出席率をこう高くして、業務を具体的にこう自分自身でしっかり覚えていくということをまず行いました。で、2つ目としては積極的にあのエリアチーフの先輩の方とコミュニケーションを取っていって、どうやったらこうエリアチーフになれるのかっていうところをたくさんこう聞いて勉強しながらやっていったので、まあ、そういうところも評価されて、そこに任されたのかなとは思ってます。さらにパワーアップするために聞きたいんですけど、出席率高くしてっていうのはどれぐらい高くしたんですか？はい、と具体的に申し上げますと、まあ、ほとんどプロ野球の試合は、全て行くようにしていたというようなことが挙げられます。まあ、年間でこう70試合弱あると思うんですけれども、まあ、そのうちのこう9割ほどは出席をしていましたので、そういったところがこう評価につながったのかなとは思っております。めちゃくちゃいいじゃないですか。それは確かにできるようになりそうってイメージ作る具体的な行動ですごい良かったです。もう一つ目のエリアチーフにどうやったらなれるかっていうのを聞いて、これだよって言われたのってどういうところなんですか？はい、と他の教わったこととしては、とにかくこう、周りから信頼されるような人になりなさいっていうのがありました。まあ、具体的にその社員の方からの仕事のできるかっていうところの信頼もそうですし、あとはその他の、アルバイトをこう率いる上で、この人なら信頼できるから、指示を聞いてみようというふうになれればエリアチーフになれるよと教わりました。じゃあ、今いただいた内容をもとにこんな学知化の方がパワーアップできるんじゃないかみたいなところをお伝えしていきますね。はい、学生時代一番頑張ったことを教えてくださいたら、はい、私が学生時代に一番頑張ったことは現在も続けていて今は5年目になるんですけれども、球場でのイベント運営のアルバイトになります。そちらのアルバイトでは、まあ、プロ野球の試合であったりだとか、そういうイベントがあるときに円滑に試合を運営していけるようにする、そんな仕事になるんですが、そこで一スタッフから始めてエリアマネージャーを任されるまでになるというふうなところを目標として一生懸命取り組んでいきました。で、最初はですね、なかなかそこまでたどり着けずにですね、悔しい思いもした時はあったんですけれども、3年目からですね、非常に他の人と比べても早い時期にですね、任せてもらうという、そんな成果を上げることができました。それが私が学生時代に一番頑張ったことになります。じゃあ具体的にどんなことやったんですかっていうふうに言われたら、はい、私が取り組んだことといたしましては、まず一つ目としては、そもそもどうすればエリアマネージャーになれるのかっていうポイントを押さえることが重要だと思ったので、実際にエリアマネージャーの先輩とかなり密なコミュニケーションを取るようにして、その中で何が必要なんですかっていうようなところの情報を集めるようにしました。そうするとですね、教えてもらったのが、仕事にコミットしてるってことをしっかり理解してもらうの大事だから、出席率高くするといいよっていうことを教えてもらえたり、あとはやっぱりエリアマネージャーになると周りからちゃんと信頼されるような人になるのが大事だよといったことを教えてもらいました。そのアドバイスをいただいたことをベースとして、2つ目に行ったことといたしましては、まあ、年間70試合ほどあるプロ野球の試合はですね、できるだけ全て参加するようにしまして、実際に参加したのはですね9割ほどだったんですけれども、学生スタッフとしてはもう本当一番と言ってもいいぐらいの出席率で業務をしっかり覚えてやりきるということを行ってきました。で、そういったことを行っていくとですね、アイデアマネージャーから信頼を重ねていくことができまして、1日エリアチーフというこいつならできるんじゃないかという人に任せてもらえる、そういう機会をもらうことができたので、絶対ものにしようと思って、実際にスタッフの方に指示を出すときにも上からただ言うのではなくて、あ、この人の言うことだったら一緒についていきたいなと思ってもらえるようなコミュニケーションの取り方の内容であったりだとか量ということを意識しながら進めることによって、無事にその任されたエリアのですね、あの運営というのを取り仕切って完了することができました。まあ、そういったことを取り組んだ結果、佐藤なら任せられるねというふうに社員の方に思っていただけて、3年目から現在まではエリアチーフとして勤務することができております。こんな感じ、はい、ざっと聞いてみて、もともとの自己 PR と比べてどうかなみたいな感想とかっていかがですか？そうですね、なんかその仕事をする上でのこう再現性みたいなところが非常にこう出てるかなっていうふうに思います。こちらの成果の方が銀行の営業でも活躍イメージ持ってもらいやすいかなっていうのを想像したんですけど、それこそ銀行営業マンとして求められること何かっていうのをしっかり抑えて、そこに沿った具体的な行動を量としてまずこなすことがしっかりできる、70試合9割も出席する、他の人はできないぐらいの出席率やってちゃんと評価されてきたっていうのを、その積み重ねを伝えることができる、やっぱりたくさん数当たってお客さんと商談して見込みを作っていくみたいな、そういう泥臭いことを積み重ねていったりだとか、金融なんでもうハンコ1個とか取っても1個の
の融資するのにハンコ何回押すねんってぐらい押すんですよ本当に。でそれもオンラインでやりゃいいじゃんみたいなとかできないんですよ。もう全部ハードコピーでやんなきゃいけなくて、ハンコ押すパスとかサイン1個間違ったらもう1回やり直しのアポ取って書かなきゃいけないみたいなこともやりきれそうだなとか、そういうイメージを持ってもらえるような話ができると仕事での活躍につながりやすくなったりするんですけど、今回みたいな内容を具体的に伝えるとそこにグッと近づけるような内容になってパワーアップできるんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。次、挫折経験なんですけれども、このエピソードを選んだのって実際に挫折感を感じた経験は何かなって思った時に、やっぱ大好きな野球ができなくなってすげえ辛かったなっていうところでこのエピソードを選んだと思うんですけれども、面接官の質問の意図を考えていくと、もしかしたら選ぶエピソードを変えた方がいいかもしれないなみたいなところがありまして、面接官の挫折経験を聞く意図っていうのが、仕事ってやると絶対に壁にぶつかる、そういう時にこの人はどういう風に乗り越えて成果を出すことができる人なんだろうかっていうことを知りたくて挫折経験っていうのを聞いたりするんですね。みたいな時にマネージャーをやって取り組んで乗り越えたよみたいなところの一連の流れっていうのは、乗り越えてすごく成果を出したっていう風なところっていうよりかは、乗り越えて選手に復帰したよという成果だと思うんですね。いう時にエピソードとして伝えるんであれば、実際に挫折感を感じたかどうかっていうよりかは一番の成功体験から伝えるといいんじゃないかなと思っていて、乗り越えてこんな成果出しましたっていうものは、そこにたどり着くまでにいろんな試行錯誤があると思うんですよ。うまくいかない時期とか、努力を積み重ねてる時期とか、そういう風なところをうまくいかなくて辛かったですっていう挫折経験として話して、でどう乗り越えたんですかっていうところで乗り越えるための具体的な取り組みを伝えることによって、で結果ここまでできましたっていう風に言われた方が、面接官としては、おじゃあうちの銀行の営業としてなかなかノルマ達成できないとか、厳しいお客さんが多くてきついなと思った時も折れずに乗り越えてくれるだろうなみたいな、そんなイメージを持たせるようなことを伝えたいなっていうふうに思うんで、そういう視点でエピソードを選ぶのがありかなと思ったりもしたんですけど、はい、そう考えるとこの経験とかこの成果を出した話がもしかしたらいいんじゃないかなとかってあったりしますか？そうですね、仮面浪人をした経験かなと思います。もともとは今の大学じゃなかったんですか？はい、5年目っていうところはあったと思うんですけど、はいはいはい、前の大学に在籍した時からこのアルバイト始めてまして、うんうん、でそこはこう1年で退学したんですけれども、まあ、その後、ずっと現在の大学に入学してからも続けていって、今年が5年目というようなそんな流れになります。めちゃくちゃいいじゃないですか。絶対そっちのエピソードの方がいいですよ。どんぐらい努力してたんですか？そうですね、まあ、やはりこう大学に通いながらで、しかもこうアルバイトをしながらっていうところだったので、勉強のその量っていうのはあまりこう時間だったりっていうところが確保できなかったんですけれども、少しでもこう、バイトの休憩時間でしたり、あとはこう移動の際電車に乗ってる時とか、そういう隙間時間をこう利用しながらやっていったので、そういったところまで努力はできたかなというふうには思います。これを伝える時のポイントが、いろいろやってたんで効率的に隙間時間を見つけてやってましたっていうよりも、泥臭く量をやってたって言えた方が銀行の営業マンとしての活躍イメージにはつながりやすかったりします。なんでそういう点で嘘をつく必要はないんですけれども、そんな中でもこれだけの勉強量を隠すためにこんなことやってたとか、量がすごく言うのが、事実と異なるんであれば、隙間時間を使った以外にも多様な工夫をしていることを伝えることができると、あ、壁乗り越えるためにいろんな創意工夫しながらやってくれるんだろうなとかっていう風にイメージしてもらえるんで、でその仮面浪人の経験っていうのは、で結果どうだったのっていうのが明確に今の大学をここ受かったよっていうのがもう経歴的に分かるようになってるんで、しっかり向き合って努力して成果出せる人なんだなっていうのは伝えられるんで、そっちの経験の方が挫折経験としてグッとアピールにつながりそうかなと思いました。はい、今日やってみて、今まで50回ぐらい模擬面接やったり、いろんなところでアドバイスもらったっていうふうにおっしゃってたと思いますけど、そことなんか私のやつの違いとかってどんなとこありました？そうですね、なかなかそのエピソードに関してそもそもこう変えた方がいいみたいなのを言われたのは初めてだったので、ここが少し戸惑ってますね。今から変えるのかみたいな、はい、実際変えない方がいいと思ったら変えなくていいと思いますよ。自分が目指すところで30分短くした方がアピールにつながるなと思ったらそっちで攻めた方がいいと思います。はい、今日全体通してみて、じゃあ最後感想をいただいてもいいですか？はい、そうですね、やはり、私自身まだ完成度っていうところがまだ甘いかなというふうに思ったので、少しでもこう上のところに内定をもらえるように、今後も少しでもこう今回の教えをこう生かして磨けていけたらなと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。では今日の模擬面接は終了とさせていただきます。
本日はありがとうございました。ありがとうございました。模擬面接以上となります。今日ですね、すでに内定をですね、銀行からしてもらってるよっていう風な方で、さらにブラッシュアップしていきたいっていう風なところで模擬面接をやっていきました。お伝えした部分としましては、ガクチカの部分ですね、ガクチカの部分で言うとエピソードのところの切り口を変えることでもっともっと強いアピールにつながるんじゃないかなと思ったので、その点をお伝えしたという点と、あと、挫折経験を乗り越えた話っていう風なところでいくと、自分が一番挫折感を感じた経験は何かなっていうところで話してくれてたんですけれども、面接官の意図から逆算して成功した体験っていうところから話していく、そっちのエピソードを使った方がアピールにつながるんじゃないですかっていうところをお伝えしていきました。この動画を見た皆さんに少しでも就職活動、キャリア形成のお役に立てていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。